なんか愉快な音楽が。Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Huh? You have to seek. Eh? 初等科？よいよいよいよ。正規ルートちゃうんか。なになに？なになに？どういうこと？練習したいところで降りろ？これ降りていいやつなん？ジャンプしないといけないんや。こうだな。慣れてきて、RTA とかやるときは絶対ベッドを、こういう入射角でみたいな感じで絶対やった方がいいと思うんだけど、このベッドでさっき打ち失敗したので、ここはやりません。ああ、なんかハマっちゃった！ああ、取れた。またパイプのとこからかー。でもこうやって少しずつ強くなっていったんだよな、つぼおじも。思い出すわ。手つりそうになりながらやってたもんな。そのうちみんなパイプも、スイスイいけるの？ほん、ちょっと今のはボーミスです。一瞬目をそらしてしまった。一瞬コメントに目を、そらしてしまった。何スローモーションって。うわー怖いすごい威圧感を感じた。卒業みたいな音楽かけるのやめなよ。知ってんだからね、うちは。やめんなよ。不意に流しといてすぐやめるな。これルート一つですか？これエイム必要だわ。ナムさん！うわあ！最悪だちょいちょい歩きで。ちょいちょいやる気戦法でいきたいと思います。安心安心。ちょいちょいやる気、ちょいちょいやる気、安心だ、安全だ。登っていきます。ちょいちょい歩き、ひぎ、ちょいちょい歩き。ちょいちょい歩きとは、歩きモードで進むボタンをちょいと連動することにより安定した、細い上でも安定した移動を可能とするのである。